今までの積み重ねてきた、まあ、20年、30年、40年、50年、60年、まあ、どん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 ここで強固になっていくでしょう。で、その概念で自分は今作られてる。じゃあこれから新しい考え方を取り入れることができたら、また違う自分になっていくんだよっていうこと、どうなっていきたいっていうこの方向について、じゃあこういう行動を起こしたらこういうふうになるなと思ったら、それを取り入れていけばいいの。まあね、言葉で言うと簡単だけど